い、ガタサンバ始まりました。今回のガタサンバはですね、ここ埼玉県の沖川市やってきております。なんかそれぞれの市にね、こうやって紋章があるんですけど、桶の形をしているように感じますね。なんか川に桶を流してちょっと灯籠流しみたいなものが、昔から流行っているのではないかなと予想ですけど、OK、じゃあ行きますか。これね、中大和っていう、中仙道って呼ばれて、中仙道沖川宿っていうので、こういうね、いろんな母屋が、こう集合体となって、中仙道沖川宿っていうらしいんですけど、これがね、沖川稲荷神社っていう、この力石っていうのが、なんか市の指定文化財になってるから、ちょっと行きましょうかね、これ。下地くっついてんな。どっちもくっついてますね。いや持ち上げれんでしょこんなの。でもこれ持ち上げたらしいですよ、これ。これをすごくない？すごいな。これを持ち上げた人がいるらしいですよ。それ力岩って言うんですって。沖川飛行学校、平和記念館になってますね今は。はい、やってきましたけど、ここで実際に飛行学校ですのでね、飛行機の、勉強というか、パイロットになれるようにみんなね、多分特攻隊の、あれかな、特攻隊とかの、学校だったんじゃないかな。まあ、楽しみがこう、ひしひしと伝わってきましたけどね、なんかね。はい、ここでやってきましたけど、どうやらここはですね、スカイダイビングができる場所ということでですね、これダイビング、3万いくらでできるということで、はい、スカイダイビングやったことあるんですけどね、また日本のやつは多分2000メートル級ですね。僕が飛んだのは4000メートル級でしたね。めちゃくちゃ高かったな。死ぬかと思ったマジで。はい、ということで沖川市散歩させていただきました。どうやら沖川サーキットもあるということでね、結構土地が広いから多分グラインダーとかね、スカイダイビングとか、いろんな、スポーツも楽しめると思います。こんな感じの沖川市でした。ありがとうございました。